あの、ベルメイさん、僕ってあの時…お前さんは一度死んでる。じゃあ、ベルメイさんが治してくれたんですね。お前さんの胸では…ごめんなさい。え、なんでベルメイさんが謝るんですか。ま、それにほら、こうしてピンピンしてるんですから。違う。お前さんの中には私の心臓が宿ってる。つまり私が死んだらお前さんも死んじまうんだよ。ちょっとそれってもしかして。ああ、なんてことしてるんですか。だってベルメイさん悪魔なんですよ。寿命だってそれこそ何百年とか何千年とか。人間の寿命なんて、それ以上ベルメイさんは何も言ってくれなかった。してるんですか。だってベルメイさん悪魔なんですよ。寿命だってそれ。